長野の予想フォーメーションです。 3-1-5-1 と予想しました。ゴールキーパー浜田、スリーバック右から池谷、秋山、佐古、アンカーに宮坂、インサイドハーフ右に西村、左に佐藤、ウィングバック右船橋、左杉、トップ下三田、ワントップ山本博樹の予想です。福島の予想フォーメーションです。 3-1-4-2 の予想です。ゴールキーパー山本海斗、スリーバック右から野津、大部、鈴、アンカーに上畑、インサイドハーフ右芝、左野部、ウィングバックは右に小林、左に田中、ツートップ樋口と長野翔輝です。野部を挟んでもう一度田中から中に入れてきます。樋口胸トラップ、芝が持ち運びます。田中のクロス、ゴール前、ここはヒヤリとする場面でした。長野、芝下げて、このボールセカンドボールは長野が回収しています。サンダーサビを入れる、山本抜け出す、山本シュート、決まりました。山本先制したのは長野、山本博樹今シーズン2得点目を挙げました。長野がパスをつなぐ中でした。このサンダーのスルーパス効きました。そこから山本抜け出してシュート、オフサイドもありませんでした。佐藤そして宮坂とテンポよくパスをつなぐ中、サンダのこのくさびからの得点でした。長野得意のビルドアップから山本博樹が最後は決め切りました。宮坂下げて次ファーサイド、船橋のシュート、決まった。船橋、船橋追加点、船橋やりました。長野2点目です。船橋ミドルシュートを放って、ここをしっかり決めていきました。スローイン、その流れから宮坂からの杉でした。杉、このボールに対してダイレクトで合わせていきました。船橋、ハイボールに対してこのバウンドした後うまく合わせていきました。船橋、佐藤のクロス、船橋頭を越していきます。もう一度佐藤中に入れる、船橋、船橋畳みかけます。秋山から中盤飛ばして前線に佐藤、藤森、このボールはつながりません。今度はカウンターです。福島、代わって入った塩浜、大外持ち上がっていきます。縦に仕掛ける、長野翔輝クロス、このボールは決まった。長野翔輝、長野翔輝得点を決めました。福島1点を返します。長野の翔輝が持ち運んだボール、最後秋山に当たってゴールネットを揺らしました。長野翔輝のこの積極的にゴールを狙っていく姿勢がこのオウンゴールを呼び込みました。ここまでなかなか勝ち点を詰めていない中、一つ変化をつけてきました。福島、縦につなぐ、塩浜、グランダー、樋口、樋口が決めた。樋口同点弾、福島最古さんの8年目、ここで意地を見せます。同点ゴール、左サイドのこの抜け出し、塩浜からこの樋口でした。アシストを決めたこの、失礼しました、田中です。田中のクロスからこの樋口でした。縦に出す、大外からのクロス、ファーサイド小林、
下げてシュート決まった。上畑上平次勝ち越し点。福島勝ち越しです。最後得点を決めたのは上畑。サイドからのクロス、小林からのこのボールを決めていきました。上畑右平次今シーズン2得点目、これが福島にとっては大きな勝ち越し点になりました。対角に振るボックス内シュートに行く藤森、ゴール前最後藤森シュートまで持っていきましたが宮坂からのボールでした。長野は早いリスタートを試みていきたいところですが、ここで試合終了のホイッスルです。長野と福島の一戦、勝利したのは福島です。福島好調長野に勝ちました。今シーズン2度目の白星、浮上のきっかけにしたい白星をつかみました。欲しかった白星です。